皆さんこんにちは。今回は原発再稼働についてお話をします。今もう本当にまあいろんな話題があってですね、北朝鮮の問題、アメリカの問題、選挙、国内の選挙とか、いろいろ心配あって、だんだんと薄れていかないように、ぜひですね、原発問題も今まだ避難してですね、避難先で仕事も見つからない、精神的にも非常に不安定になる、で子どもが学校でいじめられるとかですね、いろんなことで苦しんでいる家族がたくさんいる。しかし一方ですね、なんか粛々と、原発再稼働が進んでいるという、この危険な状態もぜひ知ってもらいたいと思います。でこれはですね、今の安倍政権が大企業のために仕事をする、強い者のために、豊かな人のために仕事をするということの 中の私は非常に大きな結果だと思います。困ってる人から目を背けて、東電とかですね、関電がとにかく原発を再稼働した方が利益率が上がりますから、電気代の値上げをしないためにも原発を動かしさせてくださいということをですね、どんどん進めていってる。でとにかく弱者切り捨て、心配してる人は切り捨てられて、それで儲かる人たちが、得をするという政治が進んでいることがとても残念です。ですから国民はですね、本当にその自分のことではないかもしれないけども、やっぱり将来事故が起これば、あるいは自分は結局弱者としてそれを損するんだと、被害を受けるんだということを意識することで、実は再稼働する必要はないということについてお話をします。今日本の人口は増えてますか減ってますか？当然減ってますね。でこれはですね、今はピークを過ぎて減り方がちょっと少ないんですけども、実はですね、私の生まれた時は約270万人300万人1年間に生まれたわけですね。でところが今の子どもたちは100万人生まれないんですね。ということは今私は前期高齢者ぐらいに入ってるんですけども、要するにその300万人生まれた世代の人が死んでいく。でそれに対してですね、毎年100万人以下の子どもたちが生まれる。そしたら単純に引き算してですね、もちろん1年で生まれるのは100万人で、僕たちの世代は1年に300万人が死ぬわけじゃないですよ。でもその多かれ少なかれそうなるわけですね。そうすればですね、300万人引く100万人ということで、1年間に200万人ずつ減ってくるようになっていくわけです。もちろん広がるんですけどね。となると1年間に200万人人口が減るとなると、瞬く間にですね、1億を切る、9000万を切る、8000万になるということを、これ皆さんもサイトでですね、日本の今後の人口推移予想というのを検索すれば分かりますけども、毎年100万人以上の人口が減っていくわけですね。で当然それは高齢化にもなるし、人口減少高齢化っていうのは電力が減っていく。で今どうなってるかというとですね、すでにこの5年続きでですね、毎年 1% 以上電力が減っていくわけですね。でさらにですね、省エネとかですね、ハイテクということを考えるともっと減っていく。おそらく私はね、あと10年後には1年間に 5% ぐらい減っていくと思います。で、5% 減るとですね、原発の維持も全く無理になってきてしまいますし、むしろ原発というのはですね、事故も危ないし、安全を保障するためにもメンテがものすごく大変なんですね。ですから、5% ずつ電力の消費が減っていく中でですね、原発を維持することは極めて困難。ですから実は世界そのものがですね、ドイツは2022年、台湾は2025年、スイスは2050年、原発を全廃に持っていく。そして今ですね、決して、先進国ではないと思われる、ベトナムもですね、再生可能エネルギーにシフト、原発計画を中止することを、提案可決ということになっています。そしてお隣の韓国もですね、建設計画を白紙、そして工事の中止に向けて動いているという、こういうふうな時代になりました。でとにかく原発はコスト面でも安全面でも非常に危険、おまけに燃料
使用済み燃料の安全な処理方法が見つからない、これをですね、未だに続けようという日本の現在の安倍政権は非常に間違った方向に進んでいる。でもそれは強い者のために、少数のですね、豊かな者のためには必要なこととしてやっている。だからこの日本の政治の流れ、日本の、間違った政権をやはり退陣してもらわないといけないと私は強く思います。ぜひ皆さん、そこを忘れないようにしてください。